こんばんは、シークエンスパパ友でございます。このブルームテックを吸いながらの、動画失礼いたします。最近見境のつかなくなった犯罪っていうものが本当に目立ちますね。以前からね、その事件、つまり人を殺めるような事件というものがございました。目的というものがありました。金が目的であったり、あるいは性的なものが目的であったりね。最近の傾向としましては、目的がない、目的がない犯罪というものの恐ろしさっていうものを、考えなくてはいけない、断ち切らなくてはいけない。にあれ、虐待をされて育っただのね、 DV があっただの、さまざまな言い訳タラ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 言って、どんなことを言ったって人の命を殺めるということは、もうあってはならないことなんですよ、ところがね、平然とそういうことをやってのける。ちょっと前まではね、ガキどもの法律に守られてるっていうことでもって、どうせ死刑にはならねえだろうっていうことでくだらねえ犯罪を起こして、最近はもういい年をして二十歳もとうに過ぎてるようなさ、そんな連中がもう40代ぐらいになってても平気で、なんだか知らないけど人の命を奪うようなことをね、やってのける。バカ野郎にも程がある。掘り下げていくと何が待ってるのかっていうとね、つまり自分というものを見失っちゃってるんだよね。自分というものを見失ってしまってる。やっていいことと悪いことの分別がつかない。分別はついてるんだけど、自分は死刑になるのを覚悟で潔しとしてそんなことをしでかしてる。自分の中で美談に仕上げちゃってさ、クソバカタレどもがさ、人の命を奪うっていうことがさ、どれほど重たいことかってこともわからないで、自分の命で生産すればいいんだろうぐらいのことを思ってる。世の中に発信したいのはね、そんな連中に取り付くいわゆる悪霊というものがデスルいるの。それね、ずっとさまよい続けなきゃいけない。地獄だよ、地獄。本当にこの世の地獄。誰からも供養されることもなく、未来永劫を憎まれて、憎まれるということを積み重ねていってしまう。何人やったかわからない、そういう魂にくっついちゃう。もちろん命を奪われた人たち、その人たちの念っていうものは自分の周りに本当に取り巻いて、まさに地獄、地獄が地獄を呼んで、本当にさまよっている限り、自分と自分の魂に重なってきた悪霊をやらかしたこと全部背負ってたって、飢餓の極地、何一つ救いようのない苦しいだけの永遠を繰り返さなくちゃいけないんだよ。そういうふうにならないようにするには、甘ったれた考え方っていうのを捨てることを、自分というものが初めにもらった大事な魂っていうものを見失わないこと、
それができない第一歩で、やれこれが気に入らねえだの、親にぶん殴られただの、友達に仲間外れにされただの、そんなことでもってさ、自分が地獄に落ちていいの？この世が地獄だよ。自分に重なってくる悪霊が今まで何人の怨念を背負ってくると思う？繰り返して繰り返して、毎日毎日、本当に心を引き裂かれるような思いをしながら浮遊してなきゃなんないんだよ。そうならないために、自分がどういうふうにしたらいいのかってことぐらいはもう分かっていい年だと思うんだな。この世の地獄をあの世から見て重ねてきた因果を全部背負って、そんなやつに取りつかれて、自分もその地獄の中に巻き込まれていく。そうならないための自分の方法っていうのは、甘ったれてなければ分からずだよ。自分の命だけじゃ済まないよ。極刑になった後の苦しさっていうものをよくよく考えることだね。まさに地獄だよ。まあ、ということでね、このお知らせ、以外に、こちらはちょっと明るいことになるかもしれないですけどもね、今月の30日に埼玉で5人会をいたします。およそ11時からスタートになるのかな、1コマ、1時間5人10分間の霊視会でございます。初めに私の10分の講演があって、その日に皆様方に、占い等をなさる方をご紹介しますけれども、現在は、霊シュガーさん、時志レミさんですね、予定ですけれどもね、レミさんはどうやら確定しているようですけども、せがれとコンビを組んでおりますウォーリーズジャパンから、めくるくんがタロット占いで参戦してくださいます。的中率高いですよ。その上ね、とっても芸人さんですからね、トークも立つ、面白い、せがれに本当に身近な人ですのでね、当日ライブ等でキャンセルになってしまうかもしれませんけども、お申し込みはなさっといてください。本当にごめんなさいになってしまうかもしれませんけれどもね、私も含めまして、時石レミさんとめくるくんのお申し込みお持ちしております。もう蓋開いてしまっておりますとね、どん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 埋まってまいります。ご予約だけはね、先にしていただいた方がよろしいかと思いますよ。お支払いは当日になりますのでね、お待ちしておりますでございます。詳しくはですね、ライトムーブの方でもって受け付けておりますので、お問い合わせください、お申し込みくださいというお知らせでございます。本当に闇にならないようにね、まあ皆さんここにいらっしゃる方はね、分かってくださると思いますけどもね、どうかご認可お待ちしておりますでございます。ということで、ハッピーベーブワーッと固めてね、お待ちしてますよ。僕にもハッピーいらっしゃってください。ふんがふんがボー。